皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の算数、分数と小数、整数の4時間目の内容です。ではここで問題です。2と5分の2たす1と3分の2の計算の仕方を考えましょう。ここで動画を止めて少し考えてみてください。できましたか？皆さんの考えをもとに次の2人の計算の仕方も考えてみてください。A さんは答えが4と15分の1になりました。 B さんは答えが15分の61になりました。A さん、B さんはどのように考えたのか考えてみてください。A さんは対分数のまま通分しました。B さんは仮分数にしてから通分しました。対分数と仮分数の違いがあったんですね。では、下の次の問題を解いてみてください。ここで動画を止めて少し考えてみましょう。わかりましたか？答えは次のようになります。対分数でも仮分数でも答えはどちらでも大丈夫です。では次の問題です。4と6分の1引く2と4分の3の計算の仕方を考えてみましょう。ここで動画を止めて少し考えてみてください。わかりましたか？では先ほどと同じように自分の考えと次の2人の計算の仕方を比べてみましょう。 C さんの答えは1と12分の5になりました。D さんの答えは12分の17になりました。C さん、D さんはどのように考えたのか考えてみてください。わかりましたか？ C さんは対分数のまま計算しました。D さんは仮分数にして計算をしました。ここでも対分数、仮分数の違いがありましたね。では下の次の問題を解いてみてください。ここで動画を止めて考えてみましょう。できましたか？答えは次のようになります。先ほどと同様、対分数でも仮分数でも大丈夫です。6番の答えは3分の1、8番の答えは16分の5ですね。ここでまとめです。対分数の足し算や引き算は整数同士、分数同士を計算する方法と仮分数に直して計算する方法があります。ではここで復習問題です。問題1、2、3が解けたら次の問題に進みます。ここで動画を止めて問題を解いてみましょう。5秒後に次のスライドに移動します。次の問題4は8問あります。この問題も解けたら次のスライドに進みます。5
5秒後に進めるので動画を止めて考えてみてください。ここでは9、10、11、12の問題にも取り組んでみましょう。5秒後に次のスライドに進みます。ここでは5の問題に取り組んでください。動画を止めて考えてみましょう。5秒後に次の問題に進みます。最後に6の問題です。この問題も動画を止めて考えてみてください。5秒後に1から6の答えのスライドになります。答えです。最初は1から4の答えを出します。丸付けをしてみましょう。間違えた問題は何度か挑戦してみてください。5秒後に次のスライドに進みます。ここでは5と6の回答です。5秒後に次のスライドに進みます。今日の振り返りです。新しく分かったことや気づいたこと、もっと考えてみたいことなどを書いてみましょう。これでこの授業、小学校5年生、算数、分数、小数、整数、4時間目の内容を終わりにします。